皆さんこんにちは、ピカです。天外魔境2マンジマルやっていくよ。はい、ここはね、地図伊勢の国の、まあ前回伊勢神宮を抜けて右下ね、で、島の村に行ったんだが、まあ久喜のね、大将の大事にしていた、まあ真珠いかだ、まあ、あそこを乗れないし、まあちょっと行き詰まっていたが、まあここ、伊賀、ここ伊勢の国の伊賀村、うん、最初の伊賀村に行った時、まあまずは南へ行けと、西に行ったら怖いよということで、まあまあ十分怖かったけどね、あの伊勢神宮もね、うん、まあで次はまああえて西に行こう、でそこの左上の村らしきところ行けるみたいなんで、そこ行きましょう。でこの右上にあるのはこれなんだろうね、これまあその鉄船とかに乗れたら行けそうなエリアだけど、まあとりあえず今行ける村は、うん、ここのちょうど南ぐらいにある、あそこがまあ赤目村というところね、うん、島村のところ、島村のところじゃない、島村に、その赤目村に嫁に行った妹がいるとか、なんとか音沙汰がないとか言ってたけど、まあその村ね、まあその赤目村にもう行けない、うん、密林がね邪魔していけない、うん、行けるところはこの上だけ。まあいかだに乗ろうとしてもまあ何にもできねえから、まあとにかく行けるところに行って情報を集めましょう。まだここの敵がちょっと強い、うん、まあ一撃でズバズバ倒せるようなって言ったら、まあ皆さんにねストレスなくお伝えできると思いますが、まああまりにもひどかったらカットしていきますんでね、うん、ここだ。妙院、これか、台座がある。妙院、なんだそれ、誰もいねえし、なんかここに船ありそうな感じだよね、未来チックな。違うとこ入ったのか、左側か、こっちか。奈良村、密林城はこの伊勢国の中央にあるそうよ。水と森に囲まれた一本の巨木、それが密林城なの。わかりました。この村の南にある山あいの道を暗黒乱の根が塞いじまったんだよ。あの先には生駒峠があって、そこから何は国に行けるもんだが、根が邪魔して逃げることもできねえ。まずはいろいろな人に話を聞いて情報を集めてみよう。なんかあのお布団の枕元にあの幽霊みたいに立ってるやついるけど、こないだ裏庭を掘っとったら見たこともねえ古いからくりの部品が出てきただよ。
もしかするとオラんちのご先祖はからくり職人だったのかもしれねえやな。からくりか。うちの父ちゃん物の考え方が小さくて人間的にスモールなの。いけないよああいう大人は。僕は体は小さくても夢は大きいんだ。昔この土地には今より文明の発達した都が存在したって考える方が自然なのにな。からくり職人ってなんだよ。うん、お前いいよ君。なんですかこのサンドガサの旅目標みたいな人は。私南の赤目村から来たのですが、密林が道を塞いでいたため貴様の鼻の穴も塞ぎたいと思います。帰れなくなってしまいました。どうしてくれますか。赤目村のことが心配です。あそこは小さな村だから森が押し寄せたらひとたまりもありませんもの。うん、密林は西の方へ行きよく広がっておる。残念じゃが赤目村はもうあるまい。密林の流れは西に向いているのか。それが何のことかようわからんが、大丈夫ですか。日に日に密林が広がっていきやがってよ。危なくてもうここには住めねえよ。京の都に逃げようと思ったんだけど道が根っこで塞がれちまった。ここで死ぬのを待ちかねえか。何を弱気なん、とどめ刺しますよ。なんか仕掛けもねえな。裏側、うん、まあ今はその鉄船とかの入手方法か、鉄船なけんと何もできんみたいから、まあ、とりあえず宿武器や。ここの敵は強い。亀甲縛りの胴、これは身が引き締まりそうですね。ド M のようにうち耐え忍びそうです。これあプラス7ね、まあ、攻撃後こそ最大の防御なんだが、どうだろうか。一撃で、まあ、プラス7にして一撃で倒せないんだよね、おそらく。うん。だから、まあ、これ、防御力上げた方がいいと思う。よーし、4200円か。まあ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 。8。まあ、ここら辺はなんか密林城がどっかで手に入りそうだよね。まあ、あえて上げたいというならば、素早さね。でも2だから上げる必要なしじゃ。ああ、うちの犬が今ちょっと吠えている。本当によく吠えるようになりやがって。うるぜ。どうすっかな、まんじまる。こいつ弱えから。いや足りねえし。
参ったぞ。まず道具売れ。10円にしかなんねえし、まあいいしょうがねえ、今は無理じゃ。で茶屋、あここはカフェです。カフェ専門店です。なんかご用ですか？団子じゃねえかお前、ウーロン茶とか売ってねえのかよ。ウーロン茶はないようです。歌舞伎殿、あ何もない。なんだみんな外出中か。密林が広がりだしたっていうのも他の村との行き来が全く途絶えちゃったのよ。広がって伊勢神宮のそばにある松坂や島の村はどうなっているのかしら。呪われたものを装備しちまった時にはどんな呪いか確かめようなんてバカなことは考えない方がいい。とりあえず宿に泊まって装備を外すことをまず第一優先に考えた方が身のためだ。よく効果のわからない呪いほど実は立ちが悪くてな、技を少しずつ無駄遣いしたりするんだな。村の隣にある妙院中、妙な建物な。大工の俺の目から見ても何の材質でできているかわかんねえんだ。ああ。島村の久喜一族ってのは昔岩の船で空を飛んだってんだよってよ。合ってんのかよ。はい、その船がありゃどこへでも行ける。空を飛べば密林の上を越えて紀伊国へ逃げられるかもな。わかりました。なんすかこのあの座禅中の方は。ね、本来の古墳の入り方？狙い？わからん。さっぱりわからん。字もわからん。松坂へ行ったらどうや、あそこは伊勢神宮への参拝客がぎょうさんおるから、いろんな話が聞けるで。いや、行ってきたんだけどな、松坂になんか言う人いんの？みんな話聞いたよ。頼むよ。おい、岩船ちょうだいよ。おお、火の勇者の皆様が、この伊勢国にはいろんな攻撃をする根の一族がおりますようじゃ。もしも何度戦っても勝てぬ敵がおったら、天狗様からもらってない巻物があるのかもしれません。そういう時は今まで行った町や村へ立ち戻り、人の話を聞く。そして一呼吸置いてからラジオ体操第一。これが結局早道と心得なされ。はい、取り壊しの話も出たが人の力じゃびくともせん。昔は隣の妙院に4つの銅鐸が納められていたそうだがの、盗まれてしもうたか今はないんじゃ。銅鐸か、銅鐸がその鍵か。頼むよ。もう
ここしか行くとこねえんだからさ。南に土台みたいなのがあんだよ。そこの上で笛を吹いてる男を昔見たんだけどね。その後変なもんが現れてよ、その男を拾って東の方へ飛んでったんだ。びっくりしたぜ。東の方、まあ東の方、島村の方ですね。このままではこの伊勢国は密林に飲み込まれてしまう。早く誰かが手を打たねば。まあ僕の以前クリアした記憶では、そのイカダのとこにその笛があったような記憶があるんだよな。だがイカダ進めねえんだよ。どうやって進むんだっけ。密林城を滅ぼしたまえと日々神に祈りを捧げているのですが、その願いも虚しく、あの悪魔の城は日に日に勢力を増すばかりです。私の祈りは天に通じないのでしょうか。アーメン。アーメン。うん、どうやらいろんな情報を聞けるという松坂の町にもう一回戻った方が良いらしいね。なんだよこれよ。いや、こりゃ松坂の町やね。伊勢神宮を抜け島へ行くがよい。島で岩船をよみがえらせることが密林城へ近づく道となろう。やっぱどうあってもイカダの道を進まなければいけないような気がする。家にも入れないし、笛まず取れないから船よみがえらせれねえんだよね。これはちょっとね、攻略見るね。あかんわ。わかりにくすぎ。よし、了解だ。道具。石川の鍵。これさ、イカダの、イカダにつながってる小屋あるんだけど、そこに、鍵や、あるみたい。鍵の扉。そんなんなかったよ。俺、しっついたもんだって。入れねえって全部、しっついたけど、鍵があるとかかかっているとか、そんなん一言も出なかったぞ。おいおいおい。まあ、調べてよかったわ。あんなん一生わかんねえよ。だって出ないもん。鍵あるって。よしよし、行こう。ここだよな。これだろ。これなんだよね。これを、この扉の絵を、鍵の扉と判断しなければいけないみたいね。これ見てね。できるか。お前、こう、しっついたらよ、鍵がかかってるとかなんとか言えや。丸押してもう、これでなんのか。いや、俺こことしっついた記憶あるんだけどね。まあこれでいけるらしい。アホらしい。はーい、行こう行こう、とっとと行こうね。はーい、はい、ここね。はい、よし。
オッケー。あとは何もねえかな。じいさんが隠した18金の本とか、ないないね、何もないね。よし、そしたら船ここに町の外か。よし、ようやく進めるぜ。で、道具、万事丸は空に向かって天照の笛を吹いた。はい。どこ行くの？勝手に燃えてる。あの古墳か。はい、全然違います。おいおいおい、こんなとこで降ろされてもな。もう一度吹け。ダメですよ。もう一駅お願いしますよ。どうせなら操れるようにしてくださいよ。あ、今度違うとこ行くぞ。オッケー、これどこ？マップすぐ見ろ。即見るんだ、即。あ、これ、あ、こ行ってない。よし、行こう。よし、ここどこだ？ここ赤目か？尾瀬村。今は密林城のせいで人も少ないが、本来はこの尾瀬村は北の伊勢国と南の紀伊国を結ぶ交通の要じゃ。南へずっと下った山ん中に大きな谷があってな、漁師仲間は嘆きの谷って呼んどるよ。夜になると鳴き声がするとか、谷底で人影を見たとか、とにかく隙見悪い話が多いんでよ。キーという国はほとんどが山だよ。だから町や村は全部海沿いの狭い平地にへばりついてるんだ。初めての人はよく迷子になるから、ちょっと歩いちゃ地図、ちょっと歩いちゃ地図、これだね。ちょっと北東に行ったところにでかい森土があるんだけどな、ここいらで見かけねえやつが時々その上で笛を吹いているんだよ。そういや最近見ないけどな。速さ4か。あ、よいて。1年くらい前になるかしらね、目つきの悪い3人組がやってきておかしなことを聞くのよ。今ジパングは誰のものだ？
って誰のものでもないって答えたら急に機嫌が良くなったのよ。京都に行って使いやすい操り人形を一つ手に入れようって相談してたから人形しか何かよね。京都の操り人形だと？まあその操り人形はおそらく生身の人間であろう。あんた、ねの連中と戦ってるのかい？あたしなんかの手助けじゃ、何の足しにもならないんだけど。あまり考えたかないけど、もしも大怪我したときは思い出してよ。看病くらいはさせてもらいたいから。はい、ありがとうおばあちゃん。大昔この辺りにどえれ進んだ技術を持った一族がどっかから移り住んできたらしいんじゃ。造船や建築の手ほどきをした後、いずこともなく消え去ったそうじゃ。不思議な話もあったもんじゃ。ここは別に寄らんでもいいのか。嘆きの谷っちゅうとこ行けばいいのかな。野苑っていう谷を渡るカゴがあるんだけど、よく落ちるらしいから珍しがって乗るんじゃないよ。南の紀伊の国は山あり谷あり、かなり入り組んだ地形じゃからな。迷ったら地図を見ることじゃ。なんかみんな地図見ろ地図見ろって言ってるね。まあ普通の状態でもこのピカはすぐ迷うからね。よほど地図を見ないといけないらしい。まあ嘆きの谷っちゅうとこ行ってみっか。もしかしたら銅鐸とやらがあるかもしれぬ。天狗様、え、あこかあこどうやって行くんだこいつどんなもんだ。ボンゲル君、あいつ歌舞伎で倒せるか。様の方行きたいんだが、地図見ろ。あ、紀伊の国でも町とかあるんだね、いろいろね。左上は行けそうにないよな。なんだこれ。
まずおそらくね、嘆きの谷の OK、 嘆きの谷のところ行って銅鐸あるんじゃないか。4つの銅鐸を探さなければいけないということだよね、おそらく。よし、これでまあ、新しい敵出てきたら、まあ、またアップすることにして、まあ、一緒な敵はほぼカットしましょう。早速新しいの出てきたし。もうちょいか、もうちょいで倒せるのか、一撃で。うわ、強えな。まあ、マンジマル、もう一段上がれば、あいつ一撃だな。まあ、すぐ上がるでしょ。上がった。攻撃3上がったから、まあ、いけないか。なるほど、入り組んでるから。あー、なるほどね。こりゃ地図みんなわからんわって言ってもよ、なんどこの地図見てもわかんねえよ。どこの山が切れてるのか全然わかんねえよ。まあ、これ一番下まで行ってぐるっと回ってくる感じだね、おそらくね。まあ下まで行くか。ちょっと待てよ、あそこから左すぐ行けたのかな。まあ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 下行こう。おいおいおい、こいつだよこいつだよ。嘆きの谷、落下事故続発、死亡者多数、貴様も仲間に入りたいなら乗るべし。じゃあまあ乗るよ。まあ乗る前に、ここ下行って右行ったら町あるから、まあそこで、その海沿いにね、町へばりついてるって言ってたけど、まあそこでちょっと装備とか整えた方が良さそう。じゃあそこ向かいましょう。え、なんだ、竜巻旋風脚じゃねえかあれ。串本村、ここはキーの南端にある串本っつひなびた漁村だよ。根の一族のクソったれのせいで魚が取れなくなっちまってな、悪いがもてなしはできねえよ。あ、そう。
許さん。北の山の間をさらに北へ行けば、えらい天狗様がいらっしゃると聞いておりますよ。なるほど。先にボス、そのエリアのボス攻略する前に、そのエリアの天狗様に会ってきた方がいいんだよね、このゲームはね。漁師なんてやってても仕方ねえから、キコリにでもなろうと思ったんだがよ、神社の裏の森にまで根の一族が出るようになったんだよ。あいつらそこまで俺たちを苦しめるのか。ちくしょう、魚の取れねえ漁師なんてネタが乗ってねえ寿司みてえなもんだ。タコの入ってねえたこ焼きみてえなもんだ。キツネの入ってねえキツネうどんみてえなもんなんだよ。ちえ、もっともっとキツネうどんにはキツネは入ってねえよ。寄ってっから自分でも何言ってっかわかんねえんだよ、ほんとに。俺か、お前。お父ちゃん、近頃酔っ払ってわけわかんない独り言ばっか言ってんだよ。なんとかしてよ。もうお魚持ってきてくんないかな。ねえ、食べたいよな、本当に。強光岩はサンゴの島にかかる橋だって言われてるの。サンゴの島なんて私見たことないけど、きっと美しいんでしょうね、私のように。はい、北にある大きな谷ご覧になりました？飛び込みました？夜になるとあの谷から気味悪いすすり泣くような声が風に乗って聞こえてくるのよ。谷に身を投げた人たちの声と言われているけど、恐ろしくて怖くてどっちなの？はい、男たちが漁をできなくなった分、私たちがアーマが頑張って働いてんのよ。甘く見ないでよ。だけど仕事がきつくなって海で溺れるものや体を壊すものが増えるばかりでさ、このままじゃいずれ村を捨てなきゃならなくなるかもしれないのよ。なんだこれ。あっちになんかあんのか。でっけえなんか建物みてえなんけど、行けんのか？行けねえな。ああ、岸から沖の方に向かって岩がずらっと並んでいるのよ。珍しい眺めだから見てみるといいわ。並んでるっていうか、でんって一個あっただけだぞ。武器屋行こう。あー、これは、あー、速さ6ね。まあ4000貯まったから4000の買いに行こうか。まあそれは個人的に買っておきます。まあ嘆きの谷に
まあ行けばいいんだねというか、まあ次の村にね、この上にも村あったよね。まあ天狗様もいます、いるしね。うん。はいはい。山の谷を抜けていったら天狗様がいる。こう谷抜けれんのか山。うん。はい、それでは今回はここまでにしときます。ではまた次回お会いしましょう。またね。頑張ります。